ということで皆さん、最新269話見ましたでしょうか。第269話を一言で言うとすれば、陣外魔境新宿決戦を振り返ってでしょうか。衝撃の展開で X のトレンドにも呪術廻戦が乗るとえぐい展開でした。ということで今回は呪術廻戦最新269話について徹底考察したいと思います。なお呪術廻戦第269話を見た方への内容になりますので、必ず一度読みになってから閲覧するようお願いします。それではどうぞ。第269話のタイトルは剣闘。前回第268話では呪いの宿儺が虎杖の手によって倒された後、伏黒が無事に目を覚まし、虎杖、伏黒、釘崎1年生組が仲睦ましく五条悟の残した手紙を読むという後日感が描かれた後、五条の体に当たった乙骨をみんなで救出しようと動き出した。そんな中注目の第269話は、理科の呪力によって無事元の肉体に戻れた乙骨を中心に、高専組のみんなで陣外魔境新宿決戦を振り返り、おのおの働くぶりを振り返り、至らぬ点を反省。そして明かされるのは新影流の裏話と、陣外魔境新宿決戦の裏で呪術界を乗っ取ろうと企んでいた新影流当主の野望について。そんな第269話の考察は、乙骨ユタ復活、宿儺戦の裏側判明、新影流当主の野望がついえる。それでは考察をお楽しみください。乙骨先輩を助けないと。前回みんなで乙骨ユタを助けるために虎杖たち1年生組が立ち上がったわけですが、どうやら伏黒が眠っている間に乙骨はすでに救出され、元の自分の肉体に戻っていた様子です。実際は家入さんが処置した僕の肉体をリカちゃんが反転術式で修復して維持してくれていたんだ。乙骨ユタの復活のメカニズムは、第262話などたびたび描写されていた通り、乙骨の遺体を泣き抱え悲しむリカでしたが、ただ乙骨の遺体を泣き抱えていただけではなく、どうやら反転術式を施し乙骨を治療していたようです。おそらく五条の遺体にやったことと同じように、乙骨が脳を五条の頭に入れたタイミングで宿儺の会で両断された乙骨の遺体を縫合、その上で縫合された乙骨の遺体を理科に渡したら、理科が自分の意思で乙骨の遺体を反転術式で治療していたと考えます。術式が回復した後に、仮死状態の僕と外付けの術式である理科ちゃんが再接続して、なんとか現在に至ります。ご心配心配おかけしました。そして第263話、乙骨が領域展開無料空所を展開し、コピーした賢者の術式と無加減呪術が両方とも焼き切れてダウンした後、再びですね、術式が時間経過で自然回復した瞬間、理科と再接続されコピーが使用可能となり、賢者の術式が再起動。仮死状態中の五条の体に渡った乙骨を光線側が回収し、理科との接続が切れる前に乙骨の脳を修復された乙骨の遺体に戻す。そして乙骨の体で再び蘇った乙骨本人が、コピーした賢者の術式が切れる前に乙骨本人と理科の反転術式で切り取った脳を再び脊椎などの神経とくっつけ修復させた。こんな流れでしょうか。つまり今現在の乙骨ユタは、コピーした賢者の術式を使用し続けている状態ではなく、元の肉体に無事戻れ完全に復活できた状態なんです。額の縫い目は賢者の術式の縛りなので、賢者の術式を使用する必要がない。今現在でも額の縫い目を直さない理由は分かりませんが、何はともあれ特級術師である乙骨ユタは、理科の反転術式と剣心によって陣外魔境新宿決戦という激戦を生き延びることができたんです。また余談ですが、長らく議論されていた賢者の術式について、今回で改めてずっと発動し続けていないと肉体を乗っ取り続けられないタイプであったことが確定しました。ではなぜ賢者は乙骨と違い、第206話で領域展開大蔵編や展開後でも問題なく動けていたのでしょうか。この謎についても触れられました。複数の術式を意図的に何かしらの手段で分けて運用していたのだろう。多分結界術の応用だな。千年戦士とポットでのコピーじゃそりゃ精度が違うさ。日下部が語るに、どうやら賢者は結界術を応用し、下等すぐるの肉体に刻まれた呪霊操術、虎杖香織が持っていたアンチグラビティシステム、そして賢者自身の肉体を乗っ取る術式、この3つを分割して運用していたんです。つまり賢者はアンチグラビティシステムや呪霊操術のみ領域展開後焼き切れさせ、肉体を乗っ取る術式だけは焼き切れずに永続発動するような超高度な技術を結界術で実現していたんです。実は賢者が術式が切れている時でも動けている種には結界術が関わっていたのではないかという考察については以前触れていました。何度も言うが、賢者は数少ない私と肩を並べる結界術の使い手だ。賢者がひときわ優れている点は、天元が語る通り結界術です。宿儺と同じ結界を閉じない神業の領域が展開できたり、こと結界術の技量だけでは天元宿儺に並ぶ最上級クラス。
よってですね、結界術を応用し、術式の矢切れ時でも動ける工夫をしていた。では結界術を応用し、具体的にどんな工夫をしていたかというと、自身の肉体を領域にする技術を応用。これは第208話、賢者がつくものブラックホールから逃げるために使用していた結界術。自分の肉体を領域としているので、自分の肉体の周りに術式を付与しない領域をまとう領域圏に近い技術です。そして皆さん、自身の肉体を領域にするなら、領域を囲う外郭の結界は自分の体になっているはずですよね。領域の結界には術式が付与でき、よってですね、自身の肉体を領域とする技術は、自分の肉体が領域の結界となっているので、肉体それ自身に術式を付与できると推測できるんです。つまり皆さん、賢者の術式の種は、領域を展開するときに外郭を設定しない代わりに、自分の肉体の外側を領域の内側の境界にして、領域展開後術式が矢切れたときは、自分の肉体という結界に術式を付与し運用させ続ける。こうすれば術式が矢切れたときでも、肉体が自動的に術式を運用し続けてくれる理屈が成り立つんです。よって賢者は結界術の応用、より具体的に言うと、つくもゆきとの戦いで披露した自分の肉体を領域とする結界術で、領域展開後でも動ける工夫をしていたんです。数々の激戦が繰り広げられ、五条かしも長宗など多くの犠牲があったものの、呪術全盛平安の世でも成し遂げられなかった呪いの宿儺の打倒を達成した光星組。前線に出ていた者だけではなく、後方を支援していた者たちの働きや、その裏側について詳しく語られました。これらの陣外魔境新十決戦の裏事情について、大まかに分けてまとめたいと思います。まず最初に賢者への奇襲作戦です。遡ること第243話、高場文彦のコメディアンで賢者の隙を作り、東堂のブギウギ会の一位入れ替えのサポートありで、肋骨が賢者を刺して殺す。宿儺戦で疲弊したところを光星組が逆に賢者に狙われないよう、このような奇襲作戦が天使主導であらかじめ練られていたんです。短期の不意地なら全員でワンチャンっちゅう感じだが、この奇襲作戦に関しては、第240話で日下部が呪力がない全員巻きが奇襲に適していると候補に挙げていましたよね。どうやら牧も草壁と同じく、自分が賢者の奇襲に行き、乙骨は火車のサポートに回るべきだったと考えていたことが明かされます。ですがこれに関しては、東堂によって否定され、東堂のブギウギ会は呪力のない牧を術式対象に定めれない。そのため東堂の術式ありきで達成できた乙骨の賢者奇襲作戦は牧では不可能、または失敗に終わっていた可能性が高いと指摘されています。呪霊操術の暴走は渋谷での呪霊放出を最大規模として、それを人的被害なく食い止めるには、リカちゃんの力が必要不可欠だった。また第249話より、乙骨が賢者奇襲に抜擢された理由はこれだけではなく、牧一人で賢者死亡後の呪霊の暴走を食い止めることができなかったからというですね、理由も大きい。結果的には賢者奇襲に乙骨が選ばれたことは間違いではなかった。次に火車の処刑人の剣プランについて。その件での決着が一番簡単に全てを丸く収められる。死んでもお前を守るぞ。また第246話、草壁が語る通り、火車がデスペナルティを勝ち取れ、処刑人の剣を出せた瞬間は、光星組にとってまたとない最大のチャンスでした。なぜなら皆さんご存知の通り、処刑人の剣は刺せれば勝ちの必死剣、それに伏黒の魂と宿儺の魂を識別でき、宿儺の魂だけを殺すことができるので、刺しただけで同時に伏黒も救出できるという超強力かつ超便利なものなんです。最終的に火車はですね、前線に出てきた虎取、草壁、伊野らと分断され、宿儺の斬撃を食らい退場しましたが、乙骨などが火車の全力サポートをしていれば、もしかしたらもっと楽に宿儺を倒せていたかもしれない。そんな後悔は光星組も感じていたでしょう。また第262話の2で登場した犬巻棘の止まりの呪言が録音されたボイスレコーダーを、乙骨の無料空所の内部ではなく、火車が処刑人の剣を出現させられた時点で使用していれば、止まれからの処刑人の剣で宿儺を格殺できたのではないかと牧が指摘しています。これに関しては SNS やこのチャンネルのコメントでもたまに読者から指摘されていた部分ですよね。ですがそう単純な話ではなく、どうやら262話の2という宿儺が連戦と虎取の魂を捉える打撃で弱体化している状況でないと、犬巻が呪言を使用した瞬間、反動
動で犬巻が死亡していた危険性があったそう。相手が格上であればあるほど呪言の反動が来ることについては明かされていましたが、どうやら相手との単純な実力差だけでなく、相手の強さのコンディションや戦況によっても呪言の反動の大きさが左右されるんです。またボイレコで録音した呪言でも問題なく発動できるなら、複数の呪言をボイレコで録音しまくって高専組各自携帯しておけばよかったのではないかと思われた方もいるかもしれませんが、どうやら呪言は録音から再生まで含めて発動中とみなされ、複数同時発動は不可能なため、この案を実現することは無理だった。また他にも乙骨という戦力がサポートにいれば、宿儺は遊ばず本気を出し真っ先に火車を殺しに向かっていたため、乙骨ユタのサポートありでも火車が処刑人の剣を宿儺に刺すことは不可能に近かったと草壁が分析しています。確かに宿儺は火車と戦っている時まあまあだと評価して自ら貫かれる前に腕を切断していたりと、明らかに火車と真面目には戦わず遊んでいるような認識だった。ですが乙骨のことは主催と評したりと、乙骨相手には明らかに火車より警戒している様子や見て取れましたよね。つまり犬巻トゲの生死や呪言の条件、他にも乙骨の火星や宿儺との実力差を複合して考えると、録音した呪言で止めてからの処刑人の剣で刺すという作戦は成立しなかったことが読み取れます。余談ですが、第247話で宿儺の恥を食らい死亡したかと思われていた火車は大怪我を負っているものの無事生存していたことが判明。反転術式を土壇場で習得できた火車の呪術師としての天才性が生き残った理由なのではないかと考えます。続いてブギウギでの福間美寿司脱出についてです。これは高専全体で共有されていた作戦ではなく、虎杖などには共振を危惧して伝えられていなかった作戦。また東堂のブギウギが直前まで調整を行い発動できるかどうかわからなかった点を含めると、正確には作戦ではなく賭け。この作戦の流れはまず宿儺の福間美寿司への対策として、前線に出る者が全員進化ゲル簡易領域を魂の入れ替え修行で習得する。そして呪力がない巻は当然進化下流簡易領域は使えないので、代わりに宮霞が前線に出て進化下流簡易領域を展開する。進化下流簡易領域で時間を稼ぐ間に、東堂がメイメイのカラスと領域内部にいる仲間たちを術式範囲の拡張されたブギウギ界で入れ替える。対福間美寿司対策としてこのような作戦が練ってありましたよね。結果的に作戦は成功し、宮霞、牧、伊野の3名を宿儺のですね福間美寿司と神の風雅から救出できましたが、虎杖と長宗はブギウギ界で捕捉できず、長宗が命を落としてかばうことで虎杖の身が助かり、長宗が犠牲になりました。いや、距離よりも宿儺の呪力の問題だ。あの領域の中心は宿儺の呪力が強すぎて二人の呪力を捕捉し損ねた。東堂が長宗と虎杖をブギウギ界で救出できなかった理由は距離の問題ではなく宿儺の呪力の強さでした。ブギウギは呪力のあるものを入れ替えるため、領域展開中の宿儺の強すぎる呪力に埋もれ、虎杖と長宗の呪力が感じ取れなく入れ替えることができなかったと考えます。そのため呪力のない牧を入れ替えられたのは、牧とくっついていた宮霞の呪力を補足する形で入れ替えを行ったとも明らかになりました。何はともあれ、あそこで東堂の存在がなければ前線に出ていた者は全員全滅していたことは明らか。よってぶっつけ本番の要素が多く、長宗が死亡してしまったとはいえ、東堂とこの作戦の貢献度は大きいものだったと言えますよね。次にミゲルとラル参戦です。だとしてもあの助っ人外国人、あいつらが初めからいたら話は変わったろ。マキの指摘に対し、みんながそれはそうと同意を示している通り、この件に関してはその通り。まずミゲルは手負いとはいえ宿儺と体術戦を行い見事無傷で生還した男。単なる体術ならばミゲルは五条に匹敵するレベルの重さ。ミゲルが初めからいれば宿儺との戦いはだいぶ有利になったのは明らかです。またラルの存在も見過ごせず、ラルが最初から高専組と協力し作戦会議にも参加していたら、ラルーの術式効果のキューティーハニーで宿儺の意識を一時的にそらしてからの火車の処刑人の剣というコンボが成功していたかもしれません。この2人は乙骨が頼み込んだことで五条、乙骨が負けた後宿儺が領域を展開できなくなっている状態のみ、この条件のみで参戦すると決まってたんですが、最初からこの大きな戦力の2人が高専側についていたならば戦況は大きく変わっていたでしょう。
最後に裏方の活躍についてです。まず理科について、先ほど話した通り乙骨の遺体を反転術式で直していたことで乙骨がこうして救出されることに大きく貢献。また陣外魔境決戦中たびたび描写されていた光線の拠点モニタールームですが、これはなんと理科の内部だったことが判明しました。理科は外付けの術式であり呪力や呪具を備蓄できると言われてましたが、これほど大きなものまで収納できるとは思いませんでしたよね。これによってハカリが言う通り五条悟死後間を置かずに追撃でき、裏面をですね少なから早々に引き剥がすことができましたよね。また虎杖の欠損した薬指を隠すための呪具はやっぱり理科の中に備蓄されていた呪具の一つだったことが明かされました。次に西宮桃についてです。彼女も光線の拠点理科の内部にいたので何かしらの役を任されていることは明らかでしたが、その役回りこそメイメイを放棄に乗せること。第244まで遠方から双眼鏡でスクナたちを見つめるメイメイの横には放棄を持った西宮らしきシルエットがいるので、西宮はその都度メイメイを安全な場所に送ったり、他にもういういの術式で誰かを運搬している際には代わりに西宮の放棄に誰かを乗せて理科の元まで運ぶという作業を行っていたでしょう。次に星キララ、彼に関しては第248話で描写されている通りういういに随伴して火車などの仲間を回収し家入の元に運ぶ作業を手伝っています。途中テンパって私置いてったくせに、これはおそらく第254話重傷を負った草壁の元に焦って現れてしまいスクナに殺されそうになったこの瞬間のことを指しているでしょう。次にういういについてです。まあ皆さんそれぞれ反省の弁があるようですが、僕が MVP ということには誰も異論はないでしょう。ういうい自身が語る通り陣外魔境新宿決戦におけるういういの役回りは極めて重要で MVP 的存在。まずういういの魂の入れ替え修行がなければ、そもそも光線組はスクナの斬撃で全員即死、スクナとまともに戦えもしなかった。特に最終的にスクナ打倒に大きな活躍をした虎杖に反転術式と結界術の基礎を叩き込め領域展開につなげられたのはういういの魂の入れ替え修行の一番の成果でした。また空間転移の術式そのものも強力で、ういういがいなければ賢者へ奇襲も仕掛けられなかったですし、乙骨の入れ替え作戦も成立せず草壁火車の命も救えていませんでした。作戦の幅を大きく広げ仲間を短期間で超強化したという点でサポート役としてういういは必要不可欠だったことは明らかで、まさに MVP 級の活躍をしたのは間違いないです。そしてパンダ、パンダに関しては陣外魔境新宿決戦で唯一一つも役割が与えられなかった。そして今回西宮ういういなどのサポート裏方担当の働きぶりにフォーカスされてもパンダについては一切言及されてないですよね。わざわざ内部のモニタールームにいるぐらいなのでまだ隠されてはいるものの、実は何かしらの役割を担っていた、またはこれから何かしらの役割を任される可能性があります。これからのパンダの活躍を予想すると呪骸関連では伏線が残されているので呪骸関連で何かありそうです。例えば呪骸をパンダとガクガン地で量産してそれをロボットのように使うことで東京中心にはびこる低級呪霊を払っていき壊れた東京の再建をサポートするという可能性、このように紆余曲折あり予想外の出来事が多発しつつも結果的には光線組全員が己ができる限りのことを最大限尽くし、だからこそ呪いの王を倒すことができたんです。でも別に間違ってたともほら見ろとも思ってね、それぞれの真実がすり合わさって今があるんだ、だからお前らも罪悪感なんて持たなくていいんだよ。そして草壁が語る通り至らぬ点や失敗もありましたが、彼ら光線組がやったことやってきたこと、そして五条悟などの大きな犠牲の数々は間違っていなかった、無駄にはならなかったと言えます。また最後に数少ない一級術師であるメイメイはカラスを操作し視界情報をモニターで共有したりカラスによるブギウギのサポートに徹していましたが、彼女の実力の高さからするとあまり目立った活躍をしていないように見えましたよね。そう、今回までは実はメイメイは裏でとある大きなことをしており、もし彼女がいなければ五条が崩壊させた腐った呪術界を再び復活してしまう、そんな危険性が残っていたんです。
あん？海領域は新影の門外不出の縛りがあるだろう。問題ないよ。なんとかしたから。第258話。新影流海領域は門外不出の縛りがあるのに、虎杖たちが魂の入れ替え修行で習得できていた理由は、メイメイがなんとかしたからです。メイメイがどのようにして門外不出の縛りをどうにかしたのか。そのことと、新影流のですね、実態について、今回で詳しく深掘りされていました。海領域の一門送電の縛りは、もともと考案者のアシアサラスナによって自祖師への技術流出を防ぐために作られたんだが、代替わりを重ねるうちにね、新影流は公益性を失い、簡易領域はいわば営業秘密になっていったのさ。どうやら新影流簡易領域の門外不出の縛りの内容こそ変わっていないものの、今と昔で縛りの意味が変化しているらしく、大昔平安時代の頃は自祖師への技術流出のための縛りでしたが、今となっては新影流の当主に利益を与えるための極めて利己的な意味で縛りが課せられている状況になってしまっていたんです。また課せられた縛りは門外不出のみではなく、他にもですね、当主からの出動要請を断れない、門弟が当主に寿命を代償として捧げなければならないという極めて理不尽な縛りが課されています。新影流当主は縛りによって門弟から得た寿命を使用し長生きしている。つまり門弟の命を絞り取って当主自身が長生きしていたんです。その腐った新影の現状をどうにかしようとしても、門弟は誰が新影流当主だかわからないようなシステムになっていたんです。つまりアシアサラツナの頃は弱者を守るため、自祖師に対抗するためという正義や倫理に基づいた上で課せられた縛りが、なんと今は当主が利益を独占するための無駄な縛りと化していた。ではそんな理不尽な新影流の縛りを一体どうやってメイメイは解除したかというと、新影流当主を見つけて殺すことだったんです。おそらく時系列は五条復活後からウユイの入れ替え修行前だと思われます。どうやら新影流のあらゆる縛りは当主だけが解除できるらしく、メイメイが新影流当主を殺害した今、当主の座は草壁に移っており、草壁がその縛りを解除したことで今は門外不出や寿命の縛りは消えているそう。では一体新影流現当主の狙いは何だったのか、それも今回で語られました。門弟を増やして御三家に並ぶ勢力となり、総幹部ごと呪術界を牛耳るつもりだったんでしょう。そして今全員家が壊滅し、今回の決戦で鴨家と五条家が共倒れすれば、メイメイが語る通り、新影流現当主である老婆の狙いは、神外魔境新宿決戦にて御三家が完全に力を失った後、新影流派閥が呪術総幹部に立ち、自分たちに有利なよう日本を支配していくこと、そのために長生きする必要があり、門下生から縛りで寿命を吸い取っていた。そんな邪悪な新影流現当主の老婆は、表向きは駄菓子屋の経営をし、さも自分は呪術とは無関係な一般人であるよ振る舞っていたことが読み取れます。そこまで徹底して身元を隠し、老婆の正体がバレてしまったのは天元が理由。天元は同化に失敗したことで日本全土天地そのものが天元の自我となっている状態にあり、天元は実質日本の全てを掌握しているので、新影流現当主が誰であるか突き止めることも可能。ウイウイも新影流門下生の一人なので、ウイウイも新影流のひどい縛りを課せられていたに違いなく、新影流現当主は利益のために若いウイウイから寿命をたくさん吸い取ってやろうと考えていた。金を積まれたからという理由もあると思いますが、何よりメイメイがそんな新影流現当主を殺した一番の理由は、大切な弟であるウイウイが被害に遭っていたからでしょう。姉様がめでているのは家族ではなく家族という雇用関係でしょう。ふふ、よくわかっているじゃないか。そういうところ好きだよ。損得感情で動いていたように見えたメイメイも、やっぱりこうして新影流現当主を殺害しに真っ先に向かったあたり、弟ウユイを心の底では大切に思っていたんです。このように弱者の領域と呼ばれた弱者を守るために、凶悪後者な呪詛師への対抗のために、アシアサラツナが正義感から生み出した新影流ですらも、長年の時が経つにつれて呪術総幹部や御三家と同じくどんどん既得利益のために腐っていた。こう考えると、五条が後進育成に励み新しい呪術界を作ろうとした気持ちや、荒技と分かっていたとはいえ総幹部を虐殺したことにも大いに共感できますよね。やっぱりこれからは虎杖、乙骨、伏黒、牧など若い呪術師が中心となり、五条が目指した新しい呪術界を作っていく、そんな展
開になるでしょう。という感じで考察してきたんですけど、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。